クリャジノの師匠、フリャジノは、ロシアのモスクワ州にある都市で、科学都市の一つ。科学研究施設が集積し、特にマイクロ波研究の中心地である。首都モスクワ市の北東 35km にあり、クリャア島川水系のボーリャ川の支流リボセーフカ、川が流れる。人口は2010年国勢調査で55,369人。 2002年国勢調査で52,436人、1989年ソ連国勢調査で53,317人。グレブネボには今も邸宅や聖堂が散在する大貴族の広大な辞書が残る。その一部である生新序制度1584年から1856年にかけてグレブネボ、フリャジノフカ、チゾボの各村が 現在のフリアジノ市の位置にあった。1584年から1586年のモスクワ軍の土地大帳には、リボシフカ川沿いのフリアジノフカ村とサムソノフ村への言及が見られる。この時代には、ボグダンベリスキーの領地であった。彼は、リボシフカ川沿いのグレブネボに邸宅を構えたが、これは後に、ガリチン家やトルベツコ池などの大貴族の辞書となった。 18世紀後半には絹織物の工場が立ち、1791年にはグレブネーボに大きな生新助制堂が立った。20世紀初頭に大きな繊維工場やレンガ工場が立ち、フリャジノは工場の町としての発達を始めた。10月革命の後、工場の国有化が進み、周囲は労働者の集落となった。1938年に都市型集落となり、 1951年には死となった。当時の人口は1万2000人ほどであった。1930年代よりフリアジノには無線工学、電波工学の工場があり、1940年代にはいくつかの研究所が立つようになった。以来、無線通信や電波の研究施設が集まり、2003年には科学施設が集積する都市に与えられる。 科学都市の地位を得ることになった。2009年10月には、ロシア経済の近代化と技術開発に関する会合が、大統領、ドミトリー・メドベージェフを議長として、フリアジノで開催されている。中央奥は、イストックの建物。左には、モスクワへ向かう、フリアジノ旅客駅があり、その奥に雪に覆われたリボセーエフカ川の貯水湖がある1901年に、アンナカプツが、 大きな絹織物工場をフリジノ村に建設した。これが村で最初の石造りの建物でもあった。1918年に国有化され、1929年に閉鎖されている。1933年に旧絹織物工場を使ってラジオラムパ工場が設立された。これ以後、フリジノはソ連の電子工業の中心地の一つとなった。 最初の研究所である SRI-160 は1943年に設立され、やがて5つの研究所が立地するようになった。1955年にはロシア科学アカデミーの無線、電子研究所の支部が開設された。ソ連時代は主に軍事目的の研究が行われたが、ソビエト連邦の崩壊後は、スタッフのほとんどの解雇を迫られた。 現在のフリャジノでは勤労者の多くはモスクワへ通勤している。イストックなどの研究所はその後は医療などに活路を見出している。その他、菓子工場や茶の工場、家具工場などが立地している。フリャジノ駅からはモスクワのやロスラフスキー駅への近郊電車が走っており、所要時間は1時間15分ほど。その他、ミニバスなどが モスクワの中央バスターミナルとの間を45分ほどで結んでいる。フリャジノの西 20km のプーシキノには、アルハンゲリスクに向かう M8 幹線道路が通る。町の東の郊外のリボセーエフカ川沿いには、歴史的な遺山であるグレブネボの辞書がある。これは大貴族の邸宅がある広大な土地で、1780年から1790年にかけて建てられ、 1817年から1823年にかけて建て直されている。町の中心には英雄の通りと呼ばれる場所があり、第二次世界大戦で戦ったフリャジの出身のソ連邦英雄の胸像が建てられている。また、第二次世界大戦に出生したすべての住民の名を記した記念碑もある。ありがとうございます。